おお、なるほど、こんなになってるんだ。ここもなんか作ってありますね。誰かが作ったんだな。ここ冬とかだったらこの屋根だけで十分寝れそうだな。まあでもそういうキャンプをするのもありかもしれないですよね。あえて困らないバックパックキャンプ場みたいな。ねえ。でトイレはあそこの綺麗なトイレが使えると。そうそうそうライブでですね、ステッカー置いとくっていう話をしてたんで、おじキャンステッカーと名刺をちょっと置いとこうと思います、この修善寺ハウスさんに。ごめんよ、食べ物じゃない。こちらこれ渡しとくんで、もし何か欲しい人がいれば、はい、渡してあげてください。次の目的地これしましょう、美濃ヶ浜。こっから結構近く。昨日お話ししたあのちょっと柄の悪いのが来た。ああなるほど。これ来るじゃろうよ。めちゃくちゃ行きやすいしやりやすいところなんですね。しかも海ですからね。そうなんですよ。ウェイ系は来ますよね。もともといいっすね。ここでやれます。これ予約不要なんですよね、きっと。予約いらないです。市のここの観光の課に一応確認したんですけど、下見来た時に、うんうん、聞いたらその個人でここでやる分には全然いらない。ああ、なるほど。下見来た時にちょうどなんかここにあのタイニーハウスってなんか出店みたいなのされてた、カレーとかの販売をされてて、あの辺り。で、その時にやっぱりその電源とかをやっぱりその使うから、そういう時はなんか申請がいるけど、その個人で。例えばその、まあ、1人でも、まあ、ご家族でもここでキャンプするときは基本的には申請いりません。普通に足洗い場とかもついてますもんね。まあ、海水浴場だけで、ね、そうですね、海水浴場で、あと中にあのシャワーもあります。マジですか、車中泊最高じゃないですか、これ。冬で水シャワー浴びるんじゃない。ハウって言いながら煩悩が取れそうですよ。何の修行じゃ。ねえ、まあ、綺麗だね。すげえ綺麗。変なのが今度だね、荒らされてないし、落書きかかれてないし。
うーん。トイレも定期的に清掃に入られてるみたいで。あ、本当だ、綺麗。シャワーちゃんと、あれじゃん、洋式じゃん。シャワーもこんな感じ。あ、すげえ、シャワーもちゃんと本当ついてる。あれ、これはいつでも使えるってこと？開くってこと？開きます。だけど、もう夏場の、すげえ、海水浴の、こっちも多分女性用であるんでしょうね、同じように。すげえ。ここは？多目的。あ、多目的。割り当てみです。やっぱね、多目的の方にはね、ウォシュレットついてるんですよ。あー、やっぱここ使うしかないよね。あー、いいっすね。もう、いるよね。いります、いります。ここではなんかバーベキューとかの火はせんでください。あー、まあまあ、ウッドデッキみたいな、ね、感じになってますもんね。あと、これが直接海の方に流れるらしいんで。あ、ここでなんか変なもの流すみたいな。そうそうそう、ここでだからそのまま洗ってっていうのができないんで。あ、なるほど。ここはだけもう、ただ足洗ったりとかですよね、これ。足洗い用ですね、うん、砂を流すぐらいのってことですよね、きっと。洗剤とかであったら多分そのまま海の方に全部流れちゃうので。あー、それはいかんですね。でも洗い物に関してはもう家に持って帰ってやる。ここめっちゃ良くないですか。いいね、ここ。しかも夏だったら、まあ、ゴミちゃんと持って帰ればですけど、ね、花火とかもできそうですもんね。まあね、まあ、前提よね、持って帰る。うん。で、こんな感じで一応自販機もあるんで、まあ、とりあえず飲み物には困らんかな。ねえ。まあ、たださっき言ったように、あの、出入りが本当に24時間できるんで。ああ。ちょっとこう。夏はヤッハが喜そうだな。いやー、だからもう去年の本当6月ぐらいに夜中に来て、ちょっと大騒ぎ、朝まで大騒ぎしてっていうのがあった。ああ。もう変な輩が来て嵐回したら閉鎖されるんやろ。うん、ちょっとこれまたひどいな。おるんじゃろう、そういうなのが。あ、おります、おります。これだって都会の方もっとひどいって言うたらね、バーベキュー来たらコンロからなんか皆さん帰るテントとかも捨てられてますね。これもコンロ捨ててますね。捨てますね。バーベキューコンロとかね、その時使い捨てみたいな感じで捨てて帰るんでしょうけど。あの岩谷とかのカセットコンロラもみんな捨てて帰るみたいな。マジですか、もったいね。いや、持って帰るの考えたら捨てて帰った方がいい。ああ、意味が分からん。持ってきたんだったら持って帰るよ、これ。そうなんですね。ねえ、ここはトイレもあるしさ。しかもあの多目的の方だったらあれでしたからね、ウォシュレット付きで、うん、いいじゃないですか。ロケーションもいいし、ちっと遠いぐらいで。あとは周りにスーパーとかないからがっつり買い物してこないといけないですけどね。立てやすいですよ、ここ。摩擦地なんで。なるほど。あ、柔らかい、柔らかい。手ごもよく入りますし。うんうんうん、ただその摩擦地なんで、あのグランドシートとか引いてると結構裏面がやっぱり汚れますね。あ、雨降ったら最悪じゃね、ここ。あ、ちょっとこの辺ですね。水はけはね、良くなさそうでは。そうですね、ちょっと真ん中が緩いかな。柔らかいもん、踏んだら。そうですね、完全にもう沈みますね。これこの感じでさらに上に砂利敷いてあったらもっと最高なんですけど ね、はいはいはい、水はけが、うん、なるほどなるほど。こんな感じなんだ。いいや、あのこっち側は占領してしまえ。いかし、あのウェイ系の人はまあ多分悪気はないんですけど、もうそういうもんだと思ってる人たちだから、うん、どうしようもないんですよね。夏テンションが上がるよね。そう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 、まあ、昼間にテンション上げてウェイって騒ぐのは全然そうそうそう思わないんですけど、さすがにもう夜中から朝間にかけてウェイされたらちょっと。で、逆になんか俺らは多分秋から春にかけてテンション上がるタイプの人種じゃないですか。そうそうそう、で多分相まみえないところがあると思うんですよ。メインは冬じゃから ね、 ねえ、そこでこうなんかお互いの相密取ろうとすると、うん、多分良くないことになると思うんですよね。じゃあ10月ぐらいに来ようか。うん、いや本当にいいですよ、ここね。静かじゃん、そんなにそう車も田舎じゃけガンガン。そうですね。あと家族で来るんだったらここめっちゃいいと思う。ソロじゃなくて家族だったら多分家族連れとかも多分来るんだと思うんですよ。そうです、ファミリーさん結構多いですよね。でファミリー系って結構あのすごい静かなわけではないから、そういう中で家族でやるんだったら全然こっちも気兼ねしなくていいから。ここでも本当車中泊スポットとしてすげえいいですね。うん、いやここもねずっと気にはなってたんですよ、うん、気にはなってたけど、なかなか来る機会がなくて。あ、そうですね。岩国の方やったら、ちょっと足を伸ばさに行き、そうそう、ここはかなり遠いですからね。聞いたことある。俺もここ来たことある。あと、福岡のキャンプ場で、はいはい、多分今日の修善寺ハウスじゃないですけど、多分、ノリとしたらああいう感じだと思うんですけどね。
行かせてくださいみたいな話はしてるんで、はいはいはい、そういうとこ行ってみるのもいいかもしれないですよ。福岡そうなんですか。あ、こっちから回れるんじゃないんだ。あ、でもカートだったらこれ行けそうじゃないですか、この隙間。カートは行けますね、全然。そっちから行ってみます。この先ですか。この先川があるけど、カートはここから先進めに行けます。こういうとこですか。悪くはないですけどね。悪くはない。何にもないから本当に買い出しでカートでこう行けっていう。そうですね。ここ結構人が来るけど、登山のも。ああ。キャンプ場までは入ってこんけど。でもグルキャンとかするのも良さげな感じだ。そうそうそう、あの固めて番号取ってね。そうですね。炊事場があって。今使えるんかな。シーズンだけ使えるだろうと思う。俺一回見に来たら冬だったから。ボシェルットじゃないけど、あ、ちゃんと朝掃除してきちゃった。一応水洗トイレなんですね。そうそうそう。なるほど。おー、洗面所もある。そうそう、洗面所もあって、トイレは和式でございます、こっち。ああ、和式ダメでしたわ。そうですね、あっち側行ってもらって。全然おしっこしない。ただちょっとフラットじゃないから、寝る時がちょっとあれかもしれないですね。ここやるなら宴会場じゃないですか、この2番は。そうですね。まだこっちの方はフラットですかね。ああ、3番ね。水分けを良くするために上げちゃうんだろうけど、それがあたりになって大きい点とか立てられんっていう。そうですね。この4番なんかは上に木があるから過ごしやすいですよ、多分。日陰になってちょうど良さそうですね。ねえ、雨降ってもちょっと助かるかなって感じ。虫とかが心配かも。そうですね、これからの時期はね。ポトッと毛虫が。そうそうそう、それが怖い。ちょっと起伏がある感じですね、このキャンプ場。ね、ここはね。まあ、でも木が多いからこう遮蔽もできて、風は大丈夫そうですね。風はね。こんだけ木があったら。うん、タープとか人膜張れば、そうプライベートも確保できる。ただ冬は確かトイレが閉まるんじゃなかったか。6番とかもちょっとこれ使いづらいな。すげえ坂になってる。ライダーズテントぐらいじゃないと。でも番号で言ったら18ぐらいまでありましたもんね。へえ。事前に協約場行って、キャンプしたいんです。500万もやなかったかな。それは安いですね。何番がいいですみたいな話をしてってことですか。予約して聞いて。へえ。認識表みたいなのくれる。こっちが多分登山道ってことなんですかね。登山道に行けるのはね、多分。今度こういうところであれしましょうよ。デイキャンみたいな登山じゃないけど、あ、確かバックパック持ってきて、登山道あっただろ、はい、で頂上でなんか作って食べる的なコーヒーとか、ね、ラーメンか持ってって、あ、それでもいいですよね。全然そういう遊びをしてみたいな。どのぐらいあるか知らんよ、登山。結構あるんじゃないか。あの初心者向けの山で。いや、どうなんだろう。ここ山はある程度やっぱちょっと靴やらなんやらすごいとか。ああ、そうですよね。靴が一番。あの他の装備はどうでもいいんだけど、その靴じゃきついかもしれないです。これは上がれんね。こんな道だったらね、ずっとこんな道だったらいいですけど、そうじゃないですもん。疲れるよ、登山は。いや、疲れると思う、絶対、ね、
登山靴も高いんですよね。高いですね。登山靴は高いね。まして、この何これ、この。トレッキングポールみたいな。値段するよね、あれも。いや、そこはね、中華製ですよ。あ、中華製。中華製の安いやつで。何でも来い。何でも来い。でもなんか、そうなんですよね。その登山靴とかも欲しいなと思うんですけど、その1回、2回の遊びのためにって考えると、その値段を出すかっていう話よ。そうで、それを続けるかどうかってちょっと微妙じゃないですか。ね、まあたまたまこういうところのキャンプ場があって、うんうん、ちょっと上がってみようかっていうんだったが結構あればええけど、でもね、うん、多分上がったらもうそれ疲れてもう帰ろうやってなりそうですよ。泊まるのだってだるいってなんかなりそうな気がする。まあまあね、だから泊まるのってなりそう。ねえ、まあそれは登山だけにした方がいいかもしれないよね。そうそう、そういう時はね。だから登山の日作りましょうよ今度。やるんかい。はい。おじキャン登山部。おじキャン登山部。それ下調べは必要でしょうけど。で今から上がってみるかっていうわけのわからんこと言うじゃん。今からっすか。そう、この山が何メートルあるかもわかんないのに登れないでしょ。あれなんか標識出てなかったんですよ。でした。わからん。確かね、まあ、すげえ多い時ってこの辺とかに張ってるやつらがおるんで。そうなんすか。入り口とかいっぱい。ああ、でも確かに逆にここの方が。うん。うん、ねえ、ここでだってキャンプシーズンだったらすげえ人がおるもん。ここだってこことかなんてまさにソロテント張れそうっすもん ね、 ね、うん、張っちゃるんよ。みんな入り口あたりドバーって、それでなんかちょっとまた過ごしにくくなるんですね、うん、こういうところ、ね、ダメでしょう。ここなんかもめっちゃいいってなる。あ、これ道か。あ、道だけど、この辺も張れるんや。はい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 、ですね、うん、この辺とか張ってると思うけど、ね、ああ、こんだけ面積がありゃソロテントならいい。しかも車から近ければね、うん、なおさら、うん、どこに飛べればもうすぐそこだけどね。この辺もいっぱいおるよ。でしょうね。あれなんか迷惑か。でも管理ができなくなるっすよね、 それやってると。自然散策コースってのありますよ、桜街道。いや、どのぐらいの距離あるか知らんよ。行ってみます。4分行ってみますか。プロの4分と素人の4分違うからね。我々サンダルとかだったりしますからね。確かに。いや、じゃあありがとうございました。あ、いえいえ、またやりましょう。はい、ぜひぜひまた、はい、次回に、はい、はい、お疲れ様です。ありがとうございました。